ジョージ・フォックス大学はアメリカ合衆国オレゴン州ニューバーグにあるリベラルアーツサイエンスと専門研究のキリスト教系大学である。1885年にクエーカー教徒の学校として設立された私立大学であり、ニューバーグのメインキャンパスとポートランドセーラム、レドモンドにあるセンターで3900人以上の学生が学んでいる。大学院の研究家として 心理学、社会福祉学、ビジネス学、教育学、カウンセリング学、理学療法学、進学などがある。メインキャンパスはダウンタウンニューバーグの近くのオレゴンルート99、W とオレゴンルート219のジャンクション付近に位置する。ジョージ・フォックスは全米大学体育協会北西部協議会のリビジョンさんに属している。スクールカラーは オールドゴールドとネビーである。本校は1885年にクエーカー教いたずらによりオレゴン州ニューバーグで設立されたフレンズパシフィックアカデミーを原初としており、1891年にカレッジになりパシフィックカレッジと解消。本校のブルーインというマスコットは1887年にニューバーグから西に 約15マイルのカールトンにほど近いオレゴンコーストレンジの山麓で見つかった実在した小グマに由来する。その小グマの母親は射殺されたが、パシフィックアカデミーの学生が小グマを見つけ、キャンパスに連れ帰った。後に、大学の上級生らがその熊の川を非公式のマスコットとし、他のクラスの学生はしばしばそのダッシュを試みた。川が劣化すると、 学生らは川のレプリカを作成して、それをブルーインジュニアと呼んだ。現在でもブルーインブロールズと呼ばれる学生自治会主催のクラス協議会があり、ブルーインジュニアをかけて競われる1893年に、同校は株式会社化し、1925年に4年生大学となる。初代大学総長は第31代大統領ハーバート・フーバーの おじであるドクター H.J. ミンホーンであり、フーバーは初期の大学で学んでいる。1949年にキリスト友会の創始者であるジョージ・フォックスにちなんで、ジョージ・フォックス大学に名称変更した。1991年から2010年の間、大学は全学部制にコンピューターを支給した。1996年にウエスタン・イーバンジェリックル・セミナリーを併合。 生物学の准教授であるドワイト・キンバリーが、カーネギー基金の2000年年間オレゴン教授賞を受賞。演劇学の准教授であるレッドル・ドッキーは、わずか3人しかいないジョンカイ・ケネディ・センターから、ナッシュナリー・ツー・レシーブ、A ・ナショナル・ダーク・ティング・フェロー・アワードを2010年に受賞した教授陣の一人であった。 学生数は登録者数が549人であった1986年から500%以上にも伸びた。ニューバーグポートランドセーラム他の各地域で学ぶ学生の総数は4100人以上であり、ジョージ・フォックス大学は現在オレゴン州で2番目に大きな私立大学である。2014年にトランスジェンダーの学生に関連する住居問題があり、ジョージ・フォックス大学は タイトルナインによるトランスジェンダーの学生尊重の要求の適用除外を受けている。2015年に新しい学生寮が建設され、前大学総長デビッド・エイチ・ブラントとその妻メルバに、ちなみ、ブラント・ホールと名付けられた。2016年秋に新しい食堂キャニオン・コモンズがオープンした。ニューバーグキャンパスのスティーブンス・センター投稿は、学士課程、修士課程 博士課程を用意している。また、毎年研究で成果を出した15人から25人の学生に助成金を支給しているリヒテルスコラーズプログラムに参加しており、カウンシル・フォーク・リスチャン・コリッチス・アンド・ナバーシティスのベスト・セメスタープログラムを通じて、学生には海外留学の機会が与えられる。学生は以下の科目を専攻することができる会計学。 応用科学、美術、体育訓練、聖書学、生科学、生物学、科学、映像メディアコミュニケーション学、認知科学、コミュニケーションアーツ、コンピュータ科学、経済学、初等教育、工学、英語学、アントレプレナーシップ、運動科学、金融学、グローバルビジネス、健康人間性能学、歴史学、情報システム学、学際研究、 国際学、ジャーナリズム学、マネージメント学、マーケティング学、数学、音楽、音楽教育学、看護学、組織通信学、哲学、政治学、心理学、社会学、スペイン語学、演劇学教育プログラムには、教授法修士、教育学修士、教育学博士、学校教育心理学博士、結婚家族療法学修士のほか、 教育者認証プログラムがある。ビジネススクールには、全日、定時制の経営学修士と、経営学博士プログラムがある。さらにジョージ・フォックスでは、心理学博士課程や理学両方博士課程を取る、ことができる。修士の社会事業修士プログラムが2015年度秋から、開始された。また、ポートランド神学校が、巻き海学博士課程として、 以下の三教科を提供しているリーダーシップ及び、精神形成、記号論及び未来研究、リーダーシップと、グローバルな視点さらに、進学研究修士、進学修士、国際文化研究修士、宗教指導学修士、マキ替イ学修士があるほか、各種認証や専門課程がある。ジョージ・フォックスのスポーツチームは、ザ・ブルーインズとして知られる。 17種類のスポーツがあり女性競技9種、男性競技8種、NCWA 北西部競技会のディビジョン3に属している。男性競技野球、バスケットボール、クロスカントリー、フットボール、ゴルフ、サッカー、テニス、トラックフィールド女性競技、バスケットボール、クロスカントリー、ゴルフ、ラクロス、サッカー、ソフトボール、テニス、トラックフィールド、 バレーボールジョージ・ホックス大学は40年ほどはナショナルアソシエーション・オブ・インター・コリージェット・アスレチックスに所属していたが1998年に北西部競技会と共に NCWA に切り替えた。ブルーインズは近年全国レベルでの成績を収めている。野球チームは2004年に NCWA 部3全国大会で優勝を飾っており、その試合は ポートランドのラジオ局 KFXXAM1080 の番組ザファンで北西部スポーツの歴史の中でもトップ50モーメントの一つとされている2009年に女子バスケットボールチームは無敗を誇りタイトルゲームで60から53でセントルイスワシントン大学を破ってシーズンを締めくくったその勝利をもってジョージ・フォックスはディビジョン3での 全女子競技の中でもロッキー300性での大学で初めての優勝であることを宣言した。スコット・ルック監督は NCWA ディビジョン3の年間監督賞に選ばれた。さらに最近では2011から12年と2014、15年度に女子バスケットボールチームが NCWA ディビジョン3の決勝にまで勝ち進んでいる。 フットボールは45年の中断を経て2014年秋に復活した。復活時の監督クリス・ケイシーは元ブルーインで現在のオレゴン州の地元野球チームビーバース監督のパッド・ケイシーと兄弟である。ウッド・マール・ホール・ジョージ・フォックス大学はカウンシル・フォー・クリスチャン・コリッチス・ウナバーシティスの正式会員である。参加に必要な教会等の行事や 奉仕活動への参加など、ライフスタイルに関する同意書への署名が求められる。学生は圧倒的にクリスチャンが多いが、信仰や宗教に関する表明は求められていない。教員やスタッフには伝統的キリスト教教義を信仰することを誓う署名が求められる。大学の内外を問わず、学生には喫煙と飲酒、また当然のことながら、 ドラッグの使用が認められていない。大学は毎年数十人のキリスト教徒を講師として週2回開かれる行事に招いている。数百名の生徒が毎年冬と春に開催される、米国西部、メキシコカナダの各地への奉仕旅行に参加する。学生は各、休み期間のうち1週間を使い、10から25人からなるグループで、電動奉仕、ホームレスシェルター、 NPO のボランティア活動等を行う。教職員、学生は毎年9月の奉仕の日にも参加する。90%以上の教職員は仕事や授業を休んで現地の教会、学校、NPO などで手作業や保全作業等を行うボランティア活動が認められている。生徒に占めるクエーカー教徒の割合は5%しかいないもののジョージ・フォックス大学は クエーカーの中心と考えられており、クエーカーと非暴力の歴史に関する書物を収納した大規模な図書館がある。毎年夏にはクエーカーの北西部年会議がキャンパスで開催され、本部が大学の隣に設けられる。1984年に大学はセンターフォーピースラーニングを設立し、今日はフレンズピーステスティモニーとのつながりから派生した。 センターフォーピース・アンド・ジャスティとして知られる。ニューバーグのメインキャンパスに加え、大学には4つの場所に教室がある。ニューバーグキャンパスは2つの建物が国家歴史登録財に指定されている。1つ目は1886年に建てられたニンホーンホールであり、現在も教室として使用されている。2つ目は1883年に大学総長の住居として建設された。 ジェシー・エドワーズ・ハウスである。ニューバーグ・キャンパスには23つの学生住宅、10つの学生寮、4つアパートがある。100周年記念塔ホブスは2009から10年の全米大学ランキングトップ100の中にジョージ・フォックスを加えている。ジョージ・フォックスは58位であり、111大学が加盟する c c シ,ーシ,ーシーの中で最高である。ジョージ・フォックス大学は US ニュース＆ワールドレポートに西部の地域大学で最上と位置づけられた。2014年に同市のアメリカの大学ベストにまとめたデータによると、ジョージ・フォックスはおよそ1800認定期間の中で留学を卒業前にした学生の比率では58位であった。2011から12年には雑誌キプリンガー S パーソナルファイナンスの格付けで、ジョージ・フォックスは 全国のキリスト教大学及び私立大学80校の中でベストベルーと評価された。アメリカの大学での専門的な研究、学習を目指す学生のために集中英語学習プログラムが用意されている。いいの特徴として以下が挙げられる。ジョージ・フォックスの卒業者または元在籍者、ジョージ・フォックスで教弁を取ったもの。ありがとうございます。